イナルアンサー。よく覚えてんな。ファイナルアンサー。アルケーアニメ、このファンクイズ2周年バージョン。さあここからクイズをやります。よし、ここからゲームコーナーだぞ。ルール説明を早速ですが、アクア様お願いしてよろしいでしょうか。15分しかねえぞアクア。ここからはこのアクア様がルールを説明するわ。みんなしっかり聞いて参加してちょうだい。2倍速で。今から報酬をかけたクイズに挑戦してもらうんだけど、このファンクイズでは会場にいるみんなの協力が必要なの。そうなんだよ。配られたペンライトを使うから手元に用意してね。クイズには出演者に順番で挑戦してもらうわ。自分で答えられる分にはそのまま回答していいけど、どうしてもわからない場合はアクア様のお助けスキルを使うのよ。お助けスキルの種類は3つ。1 50-50 アウト。選択肢が4つから2つになるわ。2お助けスキルとはよく言ったもんだね。会場のみんなにペンライトで答えに導いてもらうの。もうみんな知ってる。3説明ヘルファン。会場の中で答えが分かる人に挙手してもらって、その中から1人選んで代わりに答えてもらうわよ。それが一番楽じゃない。おー、説明ありがとうございました。いい、ね、じゃあ皆さん協力してやっていくんですが、頑張ったら何がもらえるのか報酬見ていきましょう。こちらです。何、なんと6問全問正解すると、もうガチャチケットあるじゃん。ございます。6問もやるんですか。やります。大丈夫ですか。あ、頑張りましょう。サクサク6問やりましょう。早速ですが、しかも全問正解しないといけないっていうね。厳しい。1問目は茅野さん、はい、挑戦していただきます。ありました。はい、では皆さんの終電もございますので早速いきましょう。よりにもよって間の大事なクイズをよくここで本当よね。ではいきます。第1問こちら。ダダン。ラクネスの本名は。聞いちゃったんだけど、はい、A ダクティネスフォードララティーナ、 B ダスティネスフォードララティーナ、 C ダクティネスフォードララティーナ、 D ダスティネスフォードララティーナ。なるほど。ゲシュタルトが崩壊しそうなこの感じですが、いかがでしょうかというところでございます。はい、もう答えていいんですか。あ、もう、はい、 B のダスティネスフォードララティーナです。ファイナルアンサー。絶対さ、あくは空気読め。ファイナルアンサー。尺はたっぷり使わせていただきます。正解。お見事。いい。ダスティネスフォードララティーナが正解です。はい、ダイヤさんで回答見てみます。なるほど、意外といけそうなやつじゃない。いけそうです、いけそうです、はい、ただ問題は俺問題が見えない。あ、後ろを見るしかないです。後ろ。あ、そうか、後ろを見ればいけます。続きまして挑戦していただきますのは高橋さん。はい、頑張ります。はい、音楽クイズになります。音楽クイズ。どうしてそのじゃん。見ても意味なかった。こちらの曲をお聴きください。聴いてください。何の果実だ。そこじゃないですか、問題。もしかして、え、気づけばすぐそばに。まだ聴くんですか。長くないですか。なんで歌詞覚えてるの。クイズになる。構わない、構わない。流れてますね。急やな風に吹かれながら。本当に。はい、ここで問題です。問題はこちらです。このファンオリジナル曲、いけずな果実。さて、この歌詞の続きは。 A、本当の私、皆まで言うなわがままを聞いて。何が違うの。本当の私、君まで言うなわがままを聞いて。 C、本当の私、皆まで言うなわが声を聞いて。本当の、あ、 D、本当のあなた、あ、皆まで言うなわがままを聞いて。結構難しいと思いましたよ皆さん。これ私めちゃくちゃ聞いてるんで大丈夫です。おお、皆まで言うなだよ。じゅんさんは皆まで言うな。皆まで言うな。じゃあ任せてください。皆まで。では高橋さんに任せちゃってよろしいですか。はい、私が思うのは本当の私、皆まで言う、わがままを聞
てだと思うので A です。ファイナルアンサー、よく覚えてるな。ファイナルアンサー目が本気だ。歌ったし正解。正解は A、 本当の私皆まで言うなわがままを聞いてでした。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。誰がモンタさんやる会場の皆さんでしょうね。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ正解改めて言ってみましょう。こちらです。はい、いろいろありましたが A が正解でございました。見事吹かれながら、生歌披露ありがとうございます。いやでもさすがさっきまで歌ってた人だわ。ライブノリが、いやでもまさか B メロから来るとは思いませんでした。嬉しいです、ありがとうございます。さあこうなってくると勢いが止まらない3問目でございます、うん、よしこい。3問目は福島さんお答えいただきましょう、ね、ちょっと後ろ向くね。問題はこちら。ボスとして登場する冬将軍、ウィーク属性は何さあA、火、B、水、C、土、D、風。前向くの早かったですね。はいはいはい。火、火、火ということは A ということでよろしいでしょうか。 A、 ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー時間がねえんだよ正解。お、早かった、見事。素晴らしい。これはもう余裕でしょうね。はい、正解は A の火でございました。よし、はい、まあ、ここまでは全然順調でございました、うん、はい、こっからだね。4問目、2周目、2周目、茅野さん4問目お答えいただきます。はい、頑張ろう。問題はいわゆるアハ体験的な問題が出てまいります。アハ体験、今から見ていただきます。一番俺ダメなやつだ。一部変化してまいりますので、どこが変化しているのかよく見て3つ見つけてください。3つ。それでは VTR スタート。しかもこれやべ、どこ見ないんだ、文字が邪魔。文字、文字、空気読んで。さあニコニコ生放送のコメント画面を見ております皆様。え、さあじわじわと変わってきている。え、変わってます。え、3箇所。さあどうだ。あ、お、はい、ここまででしっかり変わりました。みんなどこ見てたの。もう一回見たい。もう一回見ると、まあ、別にいいんですけど、皆さんの終電が危なくなってしまう。皆さんを犠牲にしてもう一回見るか、皆さんに頼るか。え、そう、でもせっかくだからお助けスキルは使いたいなと思います。あと3問ですもんね。あ、そうですね、はい、そう、あと3問だから。はい、では今のを踏まえて問題です。こちら、はい、ラクネスのイラストの変わった箇所で正しいのはどれ。はい、A、 ダクネスの髪飾りの色が変わっている。キャベツが一つなくなっている。マナタイと杖の装飾の色が変わっている。 B、 キャベツがない。腰回りの服が破れてない。カズマのポーズが変わっている。 C、 髪飾りの色が変わっている。キャベツの顔が変わっている。カズマのポーズが変わっている。 D、 ダクネスの腰回りの服が破れていない。キャベツの顔が変わっている。マナタイと杖の色が変わっている。さあどれという変化の中でもどれやねんというものでございます。私これ分かったかもしれないです。 え、マジで。もうあの変化したところ2箇所は見つけてて、すごい、この2箇所が入ってるのはこれしかないです。これはいいですか、ちょっと後にこの、じゃあお助けスキルは取っていっぱい、ありがとうございます。あ、ありがとう、ありがとう。では茅野さん、マジか、答えは何でしょうか。はい、答えは D です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー自信満々のファイナルアンサー。嘘だろ、一つもわからなかった。正解。すっごい、お見事、素晴らしい。すごいです。正解は D、 ダクネスの腰回りの服が破れていない。キャベツの表情が変わっている。マナタイと杖の装飾の色が変わっているでした。やった、すごい。だって文字で見えなくて、こっちはでかすぎて見えなかった何もわからない。そうそうそう。あ、なんか3つ分かった人、わー、いるんだ。 お見事。2つ分かった人、いいですね。この後、おお、2つ分かった人、2つ分かった人、おー、1個も分かんなかった人いるのいた、いれば1個もピシッと手上がってるじゃないですか。いや嬉しい。あのダクネスの服だけが分からなくて、キャベツの、あの、ん
で目つぶってるのがつぶらな瞳に変わっていくのと、メグミン の, あの玉の部分が色変わっているのは見えました。これはこういいパスを渡しましたね。スキル3つ残ったまま5問目に移らせていただきます。よし、俺が全部使ってやる。高橋さん次は私です。はい、問題答えていただきましょう。はい、高橋さんに答えていただきます。問題はこちら。このスバのロゴ、色はどれが正しい？うわ、さあどれ。これは難しいですよ。ちょっと予想はついてるんです。うんうん、私ね、バがね青なのは知ってるんですよ。ほうほうほう。でもバが青なのが2個あるから絞りきれなくて。なんでバは、あ、青か。あれでも D 薄すぎ。薄すぎ薄すぎとかってある？よく見ろ、一番右。え、緑がないだろう。え、一番、はい、D。 あ、これ上で見たら分かりやすいんじゃない？え、あのスって黄色だろ。え、黄色なんだ。ごめんなさいね、緑じゃない。ほんとだ。あ、全体的に薄いのかと思った。それはじゃあちょっとどうしよう。せっかくだからお助けスキル使うことないよ。使わなかったら俺が3つ使うから大丈夫。本当です？なんで分かんないけど、どうぞどうぞ。え、じゃあいいじゃない、最後にこれは俺も分かる信じて私答えさせていただきます。はい、 A のこのスマです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あ、中二感出てる。おお、どこ見てんの、どこ見てんの。全然カメラだから目が怖いんだよほら長くなってるだろこれ。このスバでした。嬉しい、すごい記憶力。嬉しい、ありがとうございます。やっぱり D は薄いんだよ、多分。うんうん、そう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 、これは分かった。俺もいや、もうお助けスキル3種も残しちゃいました。完璧です。全部使えますよ。ではこれ全部使う意味あるのかな。最初第6問目、福島さんお答えいただきましょう。問題はこちら。このファンのシナリオでカズマが作ったことがない料理は何？難しくない？ A 焼きそば、 B ラーメン、 C 肉丼、 D 親子丼。何を作ったことがない。これまだ 50-50 にするべきでしょうね。まずは半分にしましょう。 50-50 ではお願いします。ラーメンおは肉うどん、この2択になりました。なるほどね。オーディエンスオーディエンスちょっと待って、これ最後使えなくねえか。A だと思う方は青、 B は赤、 C は黄色、 D は緑色なので B か C か赤か黄色に変えて皆様、はい、こちらくじゃ振っていただいてよろしいでしょうか。ペンライトお願いします。緑色が多いですね、会場。はい、ではお願いします。 D 消えてるぞ。緑ないよ。 B か C、 B か C、 赤か黄色なんですが緑色が多いですね。赤、 C はでもみんな自信なさそう。じゃあ自信ない、自信、あ、でも自信ある人上目で掲げてみます。上目にない人下の方で。あ、でもちょっと黄色の人たちが結構自信ありげじゃない？ありげです。あ、黄色が多いんじゃないかという形ですが、さ、しかしまだお助けスキル、そうですね、もう一個ある、使うかどうかはテルファンでそんなやりましょう。絶対自信があるって人、我こそはと。絶対自信があるって人、すごい、あ、結構いるよ、結構いる。じゃあ福島さん、どなたかピックアップお願いいたします。どなたかピックアップって言われてもほとんど僕見えてないんだけどぼんやり見える何番目の人みたいな。え、じゃあ左から3番目の人。左、どこから左から3番目いないんですじゅんさんから見て左から3番目ということで、前から2列目の、黒いそのメガネのパーカーを羽織ってる顔、彼ですか。はい、じゃあ紫色っぽいパーカーが見える。あ、いいよいいよいいよ、やそじゃあ彼、はい、ではB か C かどちらでしょうか。 C の肉うどんです。 C の肉うどん、優しい声だね。すごいいいですね、ありがとうございます。優しい声だった。俺も肉うどんだと思う。おお、いけないました、はい、じゃあ C の肉うどんでよろしいでしょうか。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーカメラがどこにあるか分からない。ごめんね、なんかカメラ正解。ありがとう、C、空港大正解です。おめでとうございます。さあ、ここでクイズが全て終了しました。
結果6問全部正解、おめでとうございます。よかった、皆さん。それでは報酬の確認をしましょう。こんな感じです。ドン、6問正解しましたので全部獲得でございます。やったー、ありがとうございます。いっぱい確定ガチャも引けるぞ、お見事でございます。じゃあちょっとこれやってみていかがでしたかというのを、じゃあそうですね、代表で高橋さんに一言伺ってよろしいでしょうか。こちらのクイズどうでしたか。すごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもコンパクトにしていただきました。やべえ、目が決まってんな。このファンクイズ2周年バージョン、皆様ご協力ありがとうございました。